違いない。やだ、翔子の友達。何もう初めてじゃん。よく来たね。上がって上がって。どうも、はじめまして。翔子の母の小見修子です。永遠の17歳です。あなた、翔介、翔子がお友達連れてきた。また帰ってないだと。I've been thinking about you all damn day. Why you worry, love? You know that I'm gon' stay. Every moment got it on replay. In my cranium, everything you say. You are worth too much, you're my treasure. Fuck this up, baby, I would never. Too much, I can't measure. Do you wrong, baby, I would. こちら、はじめましてね。どうも、かなめくんのお母さんです。あ、橘千鶴です。お母様、若いっすね。そして綺麗っす。あらあら、嬉しい。かなめくん、お母さん口説かれちゃった。やきもち焼く？別に。こらー、お腹を泣かすな。なんで泣くんだよ。ねえ、このずっと冷蔵庫に貼ってやるやつ、捨ててもいい？ああ、それはダメ。ダメよ、記念なんだから。記念？そう、千尋の初めてのお使いのメモなのよ。お母さん、うっかり漢字で書いちゃって。千尋、まだ漢字が読めなかったから半泣きになってね。可愛かったな。何それ。永遠の17歳です。あんなに好きだって言ってくれたのに。もうあの頃の二人には戻れないの。何もかも遅すぎるの。ちょっと、愛は消えてしまうの。息子に使うセリフじゃないから、それ。あ、思い出しなよ。最初で最後の女だと誓ったあの日を。どんな日だ、親子だっつの。別に。ねえ千秋、かなちゃんにお菓子。おっと、これは失敬。お茶菓子置いとくから、終わったら食べてね。お姉ちゃん、2階上がっちゃダメよ。ごめん。うん、うちも似たようなもんだから。まだ続きやれる？うん、大丈夫。ちゃんと否認してる？私の貸したの。母ちゃん！永遠の17歳です。あ、晴れるかな。これはランガが何か相談しようとしている。そういえば最近元気なかったし。あー、来た、息子からの悩み相談。どうしよう、オリバー。ねえ、母さん。はい。気持ち素直に伝えてみたら？そんな、照れくさいよ。彼女のこと大事に思うなら行動あるのみよ。彼女？え？え？母ちゃん！母ちゃん、無責任すぎます。大事な息子が破滅への道を進んでいるというのに。母ちゃん、落ち着きな。じゃないの。体が弱くて病気ばかりしてた。あなたを世話してきた母を捨てるなんて。お前の母さんめんどくせえ。あなたたちはどうやって母親をないがしろにする。何もわかってないんだから。できるよ、起こさうようにならん。願い続けているだけなのよ。可愛かったな。何それ。よし、お前、うちにお婿に来なさい。いや、最初はどうかと思ったけど、あんたも案外いい男連れてくるじゃない。男って。私は午後まで店番するから。しかしあんた、男の前だとそんな顔するんだね。それにこのチャンスに男紹介するなんて、小崎ちゃんだ。だいだお母さん。じゃね。何もわかってないんだから。秋穂は今買い出しに行っておりまして、戻るまで私がおもてなしいたします。おもてなし？そちゃですが。どうも。いえいえ、そんなもんお気遣いなく。そうですか。確かに不倫になるかもですね。あ、どんなおもてなしをするつもりだったんだろう。だいそれに、そういうのはまだ私には早いかなって。
いかにもベッチっぽいセリフね。本当何言ってんだ。あなたの言葉が本物か証明したいのならパンツを見せなさい。なんですか女の本性なんてね、下着を見ればわかるのよ。もしあなたが子供っぽい地味パンツでないのならそれは男に見られることを意識していることになる。いちいち報告しないとダメか。だって気になるじゃない。母さんはあんたがようやく普通の男の子になってくれて嬉しいのよ。なってねえよ。彼女はできたが相変わらず友達は伊藤一人だ。ちょっと見て。んだよ。パティシープリンス、お母さん最近好きなのよ。知るか、イケメンでパティシエとか爆発すればいい。しないわよ、プリンスは爆発なんて。また明日。